ファイナルファンタジー7リメイク、前回の続きからプレイしていきましょう。さて、マリンも助けたし、さっさと逃げようか。っていう感じにもいかないんだよね。上にゾンがいたもんな。かくれんぼは終わりだ、エアリス。ゾン。さて、選択肢はそれほど多くない。心配しないで、マリ。うん。取引したいんだけど。そこにいたのかっていうレベルだけ。あれは。意地悪しちゃうぞと。さて、どうしよう。マリンを頼んだ。早い早い。そうか、めっちゃ早いじゃん。みんな助かるよね。とにかく上。逃がさねえぞ。よいしょ、まあ、このままでもいいけど。どうしようか。マジックサンダー。よし、よいしょ。いい加減諦めたら。あった、マジック、サンダー。オッケー。丸見えでも上に行くしかないよね。隠れてるつもりかよ。全然隠れてねえよ、正々堂々だわ。倒せない相手じゃ。よいしょ。で、マジック、サンダー、こいつかな。よし、やばい、危な。マジックサンダー、よし。で、マジックサンダー、オッケー。行かせるかよ。あそこから見てんのか。うわ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 、危な。よいしょ、よしよし。ちょよいしょ。どうしようかな。アビリティ、何が一番いいんだろうな。ブリザーか。よし、魔法サンダラ。よし、行こう。ん？
ここなんかあんの？隠れてないで出てこいよっと。いや、戻るだけかこれ。逃げろ逃げろ。意味あんのかなここ。あれ？切り開くぞ。うん。そう。そこ。よいしょ。届かん。マジック。違う。サンダー。届け。よし。ティファでマジックサンダー。 よし。で回復しとくか。エーテルで。オッケー。あら。ん？これであれか？上に行くのか？違うよね。力上に行けんのか。行けるのか。え、ここどうやって行くの。あー、そういうことか。どういうことだ。いやいやいや、ん、いっけ、こうか、こういうことか。なんでサクサク行っちゃうかな。揺れて止まってんだよこっちは。なんか疲れてる人がいるけど休ませてあげよう。何？ジェシー、腕によりをかけた私の新作、たまんないでしょ。あんまり調子に乗ると死ぬぞ。チームを殺そうとしてるってことだよな、あれ。きついなぁ。盾持ち、うっとうしい。盾持ち、マジでどうにかならんのか。やばい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 。やばいやばいやばい。死ぬ死ぬ死ぬ。何が一番いいんだろうな。ブリザーが。なんだ。よし。ザコ相手に何やってんだよ。よいしょ。オッケー。とにかくこのまま軌道に向かう。あ、まだいんのか。了解っす。後始末頼む。届かん。どうしようか。サンダラ。よいしょ。ブレイバー届かないよね。ファイラ。火が効くのか。よし。普通に動いてるだけでも全然当たんないから。よいしょ。おい、おり、避けれるときは避けれるんだけどな。まあ、そらそうか。で、エーテルも使っとこう。エーテル。やっぱ、上位の魔法を使うと、2発ぐらいで切れるもんな、MP。やば。よし。オッケー。で、どうしよう。ラピタチェン。で、ラピ、違う、ラピットチェン。終わりだ。油断する。大丈夫、任せて。やばいやばい。
よいしょ。どうしようかな。これでラピッドジン、ラピッドジン、やばい、プロペラのやつが邪魔だな。ティファ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 、ケアルラ、行きましょう。やばいやばい、めっちゃ狙われとる。どうしようかな。ラプチチン、よし、やばする。どうしよう、一発しか当たんなかったな。マジック、ケアルラ、クラウド、隙をつく。ティファも自分で回復、ちょっと待って、やばいやばい、マジックサンダラ、ティファ自分で回復できるか、いけるな、ギャルラ、よし、オッケー、よし、よし、オッケー。1対1とかだったら楽なんだけどな。こういう感じで来られると。ハイポハイポ。ハイポ。エーテルをティファに。よし、これでいこう。こっちか。えらいとこ通っていくな。てか大丈夫？気付けないよ、足元。落ちてもまあまあまあ。なんとか助かるとこぐらいだけど、そこは。この辺死ねるからな。大丈夫か？てか。よし、行こう。また敵かな？あいつら何し、おい。
ら。ティファが泣いてる。そろそろ言ってくれない？見られてると恥ずかしくて。ジェシー。ティファ。ちょっと守らせてくれてもいいじゃないか。あいつがやってんのかな、あの幽霊。くそ。もともと死ぬとしてもさ、死ぬとしてもさ、あれだろ、もうちょっと。あの幽霊が無理に死ぬようにしてるようにやっぱ感じるんだよな。メガポーションがいっぱい売ってる。買っとこう。多分だいぶ使うよね。8000か、8000あんのか。ハイポーション、いやもう30もあったらいい気はするんだけどな。武器、これと言ってって感じかな。まあ、まあ今の状況で大丈夫かな。行こう。どっちだ？こっちか。違うな。ここか。ここだけ綺麗に空いてるもんだな。バレット大丈夫か？戻れなくなった。お前らの思い通り泣かさせるかよ。バレット、ティファか。おう、気をつけろ、ヘリから撃ってきやがる。よく持ちこたえた。足りめえよ、俺は今主役だからな。いつまでもここにはいられねえ。準備はいいか。そんな爆発するもんに隠れて。いやでもこれ的だろう。魔法かなんかで落とすしかないんじゃないの。やるしかねえか。ユダ、でも一回お前負けてるからな。やるか。トークス、お仕事だぞって。よっ。何？てめえこら、待ちやがれ。あんたら喧嘩売る相手を間違えたぞっと。緊急コードの入力を確認、起動ボタンを押してください。緊急コードの入力を確認、起動ボタンを押してください。はい、おしまい。じゃあするなよっと。緊急コードの入力を確認、あんなドットぐらいで。やれよ。あった。
タークスなめんなよ。一回お前負けてんだろ。気をつけ。あらあら。早い。そこ。気をつけ。俺にかかれば楽勝よ。行ってろ。まだまだ。タークス光線ってなんだ。ダッセー名前してんな。そどうする。バレット仲間がダメージを食らうと自身の HP ど根性かな。やばい。よしで当たるかな。微妙だな。よいしょ。ティファーで、ティファー回復してもらうか。ちょっと待って、マジック、いやクラウドにこれ使ってもらおう。よし、やばい。よし、でメガポーションクラウド。くっそ、よいしょ。まだまだ。やばい。いやくそ、ちょうど当たっちゃった。でこいつ何が効くんだっけ。魔法ではバースゲージは溜まりにくいのか。だったら、バーススラッシュ。あー、くそ。マジック。ポイゾナとかどう？あ、直すやつか。直すやつか。ちょっと待って、ケアルラで、クラウドな、回復。で、ティファで、ティファこれ使っとくか。やつちょうど当たるんだよな。ラピッチン、よし、だいぶ減らした。まだダメか。爆撃準備開始する。え、こと？どいつもこいつも好き勝手やりやがって。まあ、俺もか。え、爆撃そんなんで防げるの？ヘリに注意しろ。え、どうしようとって感じなんだけど。効果完了。弾を補充する。覚悟はいいか。よいしょ。何ピラミッドって。よかった。くそ。ちょっと待って、回復を。ケアルラークラウド。何それ何それ。ちょっとティファ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 、ちょっとわからん、効果あるかわからんけど。あ、動けなくなるってやつか。バレットで、ケアルラ、ティファ。ほら、ほら。動けんな。あ、壊さないといけないってことか。レノ、アナルテロ。やば。ちょっと待って、マジック。オーバードライブでいいか。よし。で、マジック、ケアルラ、クラウド。慎重に行こう。さあ、行くよ。回復が必要だ。よしよし。リミット使うか。あらあら。よし。で、ラビチテイン。あ、くそ。ちょっと待って、
完全にプロペラに当たったよね。バレット、魔法、違う、ケアルダー、ティファ。サンダーぐらい効くんじゃないの？全然効いてないな。どうなんだろう、魔法がどれぐらい効いてんのか全然わからん。サンダーが、あ、だいぶ効いてんじゃん。よし、片割れは死んだ。来てんじゃん。どうせ降りるつもりだった。始末書はお前な。さあ楽しもうぜ相棒。きついな、強いんだもん。ラビットチェーン、いった。見せてやるぞっと。どうしようかな。どうしよう。アビリティ、アバランチ魂、どうしようかな。オーバードライブ、よいしょ。ルードもだいぶ減ってんな。ラビットチェーン、なっそ。バレット、ド根性、回復が、回復が、お、ちょうどなんかいい感じにいった。強いんだもんな、ルーが。つかみしてくるじゃん。あ、サモンいけんじゃん。何召喚しようかな。ケアレラ、クラウド、どうしよう。魔法流動、風がき、風と、なんだっけ、毒か。風、風持ってねえな。サンダー、そ、もうこの二人うっとうしいな。マジック、サンダラ、いって。バレットがやばいな。サモン、チョコボとモーグリか。風か、風か。どうしようかな。火はあんまり効かない感じだったから、バレットが死にそうなんだよな。まあいっか。よし、これでなんとか。よいしょ、回復を。敵に向かって跳躍した後強烈な蹴り、広範囲に爆発、チョコバキックでいいんじゃない。タックス暴走ってなんだ。いい、なんだお前。バレットが死んだ。あ、くそ、あ、くそ、鬱陶しい。リミット当たるよ。よし、とりあえずレノアやった。え、ルードも倒してる。ラッキー。起動ボタンを押してください。解除方法、いいかよ。
行かせるか。クソイムすぎるだろう。当てろ呼ばれた。どけ。なんて無理かよ。今。なんだ。第1区画の分離を開始。速やかに退避してください。プレート解放システム起動完了。何しやったクラウド。リバの活動が巡り巡って我々に古代史をもたらしたというわけだ。その点に関しては礼を言おう。だが申し訳ないが居場所は古代史。逃げて、早く逃げて。アバランスに逃げ場などあるかな。エアリス最終計画、このエリアは間もなく崩壊します。そんな…間もなくっていうか、もうしてるんだけど。ここにいたらベシャンコだ。はい、ということでここで一旦区切れないな。区切れないな。え、どうしろっつうの。おい、こっちだ。このワイヤーで脱出だ。行こう。急げ急げ。あんなガンって乗られたらあーってなりそうだけどな。そうってことか。ここで出るんだ。
なんというかもう絶望的だな。崩壊した世界。ということで、ここで一旦区切りましょうか。それではご視聴いただきましてありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。本当にあの幽霊何なんだろう。